マジかよ。日本映画初サンダンス映画祭短編部門グランプリ作品だってさ。ってことでみんなの感想をまとめました。カラオケ、アイスクリーム、ゾンビ、ポップアイドル、これまで誰も見たことのない何にも似ていない映画だ。サンダンス映画祭審査員。埼玉なんて知らないけどこれは私の物語だ。アメリカユタ州主婦43歳。言語感覚が素晴らしい。頭にこびりつくフレーズが20個はある。国語教師36歳。ラザニアのくちゃくちゃ混ぜる音が気持ち悪くて最高。これは劇場で爆音で聞くべし。ミュージシャン26歳。ギミック炸裂なんだけどとてもリアル。カンパニー松尾 AV 監督。誰もが皆狭山市に住んでいる。そして金魚をプールに放しては自分の置かれた状況を確認する。その作業をこの映画は青春と定義する。佐藤雅彦。人生で一番感動した。なぜか最後に泣いた。フランス、クレルモンフェランモデル19歳。感想バラバラ。まあ映画ってそういうもんでしょ。ってことでどん詰まりの国道を息を詰めて駆け抜ける25分。そうして私たちはプールに金魚を上映します。見てね。